注意してお乗りください。
特権を剥奪して年貢を取るとか、そういったことを動き出したもので、一向宗に槍を向けてきたり、刀を向けてきたりしたというので、これからも何があるのか。そういうふうには多分できる。なんか長くもらえるより自由にこうやってきた後からどうぞみたいな。ね、そうですね。別人だったの。なんか骨を折った松本先生でなんかそれじゃないかしら。骨は折ってません。できましたんで大丈夫です。車庫に入る回送列車になります。東京駅で清掃を行わないため、この列車に忘れ物を忘れます。